Thank you.
扉が開きます。取り扱いのお客様ご注意ください。取り扱いのお客様ご注意ください。水沼駅は駅のホームにお帰りの電
です。こちら7月から営業時間が19時までとなっております。ご注意ください。それでは水沼駅到着です。もうこちらちょっと今年咲くのが早かったようでして、もう葉が見えてしまっておりますが、この水沼駅の周辺、数種類の桜が240本以上植えられていると言われているところです。まだしだれ桜は綺麗にご覧いただけるので、もしここで写真を撮る方はしだれ桜を探してみてください。それでは到着となります。ただいまご乗車のお客様、揺れる列車にご注意くださいませ。ご乗車いただいたお客様もいらっしゃいますので、これから車内を回らせていただきます。綺麗ね、撮ってる。
は11時56分の予定となっております。この先列車は全長5242メートルの鎖トンネルへと入ってまいります。渡良瀬渓谷鉄道でも一番長いトンネルとなっております。本当にお時間がかかります。豊洲線の分のお客様、列車が鎖トンネルに入りますと非常に強い風が吹き込みます。肌寒いかもしれません。そのため切符や帽子、食べ物などが飛ばされませんようご注意くださいませ。肌寒く感じる方は先頭車両1号車か4号車の窓ガラス付きへご利用ください。ですがその代わり、ドロッコ車両部分の天井では1万2000球のイルミネーションが点灯いたします。夜空のような幻想的な世界をどうぞお楽しみくださいませ。それでは完成です。今現在
在2200本のアジサイが植えられておりまして、毎年見頃を迎えます7月頃にはアジサイのお祭りがこちらの駅で行われております。お題にバッチリ号が来ております。すれ違いリストも登録しましたので、それでは列車発車となります。こっちだこっち。
見えてまいります。この大きな円形のプールはシックナーと呼ばれる沈殿槽で、ここで鉱石の選別が行われておりました。ここは通常選鉱場の跡となっております。この辺りはこういった施設がまだ残されておりまして、進行方向右側には変電所や火力発電所の跡も残されているところです。ここで得られた電力で運動鉱物から高圧空気を送り込むコンプレッサーの運転が行われておりました。それでは間もなく通道駅ですので、降り降りるご予定のお客様、落とし物やお忘れ物がございませんようお支度くださいませ。通道駅のホームは進行方向右側のホームとなっております。降り口ですが、その進行方向右側、全ての扉口が開きます。そのため到着いたしましたら、扉付近のお客様、開くようにご注意ください。降り口はそれぞれ段差がございますので、お足元を気をつけてお降りください。
またゴミなどは駅のゴミ箱までお願いをいたします。皆様が降りられました後、この列車は前進をいたします。ホーム少ないかとは思いますが、なるべく列車から離れてお待ちくださいませ。本日は渡良瀬渓谷鉄道この穴子号を ご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用お待ちいたしております。Thank you.